こんばんは。日曜日の恒例サンデーブレイクのお時間がやってまいりました。このシリーズでは朝日新聞の素晴らしい論調を紹介しています。今週最初の話題はやっぱりこれですよね。沖縄県知事選挙、玉城デニー氏が当選したわけですけれども、朝日新聞からするとこの玉城氏の当選っていうのは、まあ、その思った通りというか望んでいた結果だったわけです。朝日の望み通りだなっていうのはもうタイトル、社説のタイトル見ただけでもわかるんですよね。選挙翌日1日の社説を見るとタイトルは沖縄知事選辺野古濃度民意聞けですよ。書いてる人もこれ憂鬱みたいな顔して書いてたんじゃないかな。朝日新聞の面白いところは、今みたいに望み通りの結果だと、まあ、こういうこと書くんだけど、これ望み通りじゃなかったらちょっと社説がね、ちょっとなんか雰囲気変わってくるんですよね。昨年の衆院選では自民党が勝ちました。まあ、自民党というか与党が勝ちました。その時の社説のタイトルは政権継続という審判、多様な民意に目を向けよでした。冒頭ではこう書いています。政権継続を選んだ民意も実は多様だ。選挙結果と選挙戦さなかの世論調査に現れた民意には大きなズレがある。投票よりさ、朝日新聞がなんかやったこのなんですか、世論調査を優先してしまうっていうね。さらに相当悔しかったのか、連日負け惜しみみたいな記事を書いて、昨年10月25日の社説は自民党数におごることなかれというタイトルで冒頭こう書いていました。自民党が大勝した衆院選だが、その勝利はそれほど分厚い民意に支えられていたとは言えない。選挙結果を分析するとそんな実態が見えてくる。まあ負け惜しみですよね。気に食わない結果だと連日こんなこと書いてたのに、今回望み通りなので民意にズレがとかさ、数におごるなとかさ書かずに、沖縄知事選辺野古濃の民意聞けですからね。ドストレートですよ。少し中身も見てみましょう。沖縄県知事に前衆院議員の玉城デニー氏が当選した。修正した尾長武前知事は米軍普天間飛行場の移設先として名護市辺野古に基地を作ることに強く反対してきた。その意思を継ぐ玉城氏を有権者は新しいリーダーに選んだ。安倍政権は県民の思いを受け止め、辺野古が唯一の解決策という硬直した姿勢を今度こそ改めなければならない。まず問われるのは、県が8月末に辺野古の海の埋め立て承認を撤回したことへの対応だ。この措置によって工事は現在止まっているが、政府は裁判に持ち込んで再開させる構えを見せている。しかしそんなことをすれば県民との間にある溝はさらに深くなるばかりだ。普天間の移設は今後も進まないでしょうから、結局普天間基地っていうのは維持され続けるでしょう。そうなると老朽化した設備の刷新とかも必要になってきますし、まあ、それこそさ100年残る基地になってしまうんじゃないでしょうか。最後に県民との溝がってありましたけど、一度承認したものを取り消すとなるとやはり裁判は目に見えていますよ。進めていたものをちゃぶ台返ししたわけですから、まあこの問題非常に難しいですけど、普天間の地形を考えると、まあ、あそこって割と災害に強いとは言われています。沖縄って島ですから、まあ、当然津波の危険性とかあるわけじゃないですか。それで那覇空港とかさ、まあ、辺野古もそうなんだけど、あれ津波とか来たら機能不全になりますよね。一方の普天間はちょっと高いところにあるので、まあ多少の津波であれば耐えられると。そこから救助の拠点として活用することもできるでしょう。ただなんかもう混沌としすぎていて、先が全く読めませんね、普天間に関しては。基地の件もありつつ、やっぱり沖縄県政って経済にしろ何にしろやるべきこといっぱいあるわけですから、新基地にはそっちにもしっかりこう力を入れていただきたいと思います。さあ次に行きましょう。次はですね、今年日韓関係の未来志向を謳ったパートナーシップ宣言から20年ということで、5日朝刊公論で朝日が特集を組んでいました。日本と韓国が過去を踏まえて未来志向の関係を謳った1998年のパートナーシップ宣言から20年、摩擦も抱えつつ結びつきは深まっている日韓交流の今を考えた。スマホ片手気軽に越境、桑畑優香さん。今は K-POP を中心とした第3次韓流ブームです。ガールズグループ TWICE が昨年 NHK 紅白歌合戦に出場。今年は BTS が米国のビルボード総合アルバムチャートで1位になりました。若者はテレビや雑誌はあまり見ません。既存メディアで韓流ものが消え、ブームは終わったとも言われましたが間違いでした。新たにインスタグラムが韓流ファンの舞台となりました。スマホを片手に
韓国人になりたいと検索すれば、美白クリームに赤いリップの韓国風メイクの少女たちがたくさん出てきます。色鮮やかなフルーツを乗せたかき氷や内装がピンク色のカフェはインスタ映えします。 K-POP を見るのはもっぱら YouTube。 ファンがイメージする隣国は綺麗でかっこよくて美味しいのです。こういうこと言うとしらけるかもしれないけど、幻想だと思うんですよね。日本で置き換えてみると、外国の方って日本に対して侍とかさ、忍者とかさ、そういうイメージ持ってる人いるわけじゃない。だけどこれって現代的な感覚で言うと間違った知識じゃないですか。現代日本には侍はその辺に歩いてませんし、忍者もいない。 K-POP にしたって売り出してる側のこう思惑に、まあ、ビシッとこうハマってしまってる感じですよね。まあでも TWICE なんかは非常に売り方がうまいですよね。まあ、売り方っていうと韓国全般結構うまいなとは思うんですけど、まあ、TWICE の場合だと、韓国人がいて日本人がいて台湾人がいると、まあ、そうすることによって摩擦を生みにくいと。いや、生んでましたね。台湾の旗振って中国人が抗議して謝罪までしてしまうっていう、あれにはついも TT だわ。インスタの韓国人になりたいっていうのはもうね、コメントに困りますよね。まあ単純に綺麗になりたいとかそういう意味でしょ。まさか国籍的に韓国になりたいとかそういうことじゃないと思うんだけど。だって今韓国の若者の雇用とか結構厳しいじゃないですか。一昔前にはチキン屋になるかどうかみたいな、そんな話もありましたしね。光の部分というか、その K-POP とかさ、ドラマだけ見てその国ってなかなか判断できないですよね。これも前話したと思いますけど、よく一緒に講演なんかをやる神谷宗平さんという人は昔アメリカに対する憧れがあったそうです。それなんでかっていうと、映画の影響ですよ。ヒーローはいつもアメリカ人ですよ。なんか宇宙からなんか来た時にはさ、こう大統領が戦闘機乗ってなんか戦いに行くみたいな、ああいうやつ。だけど実際にアメリカにしばらく行ってみると、格差はあるし差別はあるし、なんだこれ日本の方が全然いいじゃんと思ったそうです。 K-POP が好きとかさ、まあ、映画が好きとかドラマが好きとか、それはそれでいいですよ。ただやっぱそれは光の部分であって、最近の旭日旗の件とか、まあ、日韓っていうのはいろいろ問題がありますからね。政治と芸能は分けろと、そういう声もあると思います。ただ完全に全て分けるって無理だからね。まあ今後も韓国とは難しい関係が続くでしょう。さあ次は珍しく夕刊の記事を見てみましょう。素粒子以外でね、紫の頭髪でおなじみ浜典子さんが登場しています。あれので叫ぶ声でありたいと振る舞ってきた。あれので叫ぶ声は聖書にある真の預言者の言葉だ。城壁のうちでぬくぬくと生活する人たちに、そこは危ないよと発するのですと解説する。偽の預言者は言ってほしいことを言い、敵が誰かを教え人を引きつける。真の預言者は耳に痛いことを言い、敵を決めつけてはいけないと述べるという。安倍政権がアベノミクスを打ち出して間もない2013年、アホノミクスと言い出した。敵教えてんじゃん。成長戦略と聞き心地のいい言葉の裏で、富めるものはさらに富み、格差が広がった。21世紀版の大日本帝国の構築を目指す政権のため、株式も国債も市場も日銀が必死に支えていると思えるという。状況は変わると信じ、あれので叫ぶ声であり続ける。でも浜さんがあれので叫んでるのってさ、株価1万円割れするとかさ、1ドル50円とかさ、そういう話でしょ。毎年毎年こう予言の書出してね、もう日本経済ダメになるってやり続けてましたけど、当たりましたかね。まあでもこの記事にはね、笑わせていただきましたよ。さあ、ということで今日の最後に参りましょう。まあ、僕もこういう動画アップしてると、よくコメントとかで寝とうよとかね、書かれるわけですよ。ただ寝とうよって何なんでしょうね。ネットじゃなくてリアルな活動してても寝とうよってなんか言われたりするじゃないですか。この前笑ってしまったのが、あのリテラっていうあのサイトが内閣改造についてほぼ全員寝とうよ内閣って書いてたことです。寝とうよってなんだよって、哲学だよね。まあそれはいいとして、よくわからん寝とうよについて朝日新聞がこんな調査結果を記事にしています。東北大の長吉菊子准教授らのグループが、東日本大震災以後の人々の社会活動の変化を調べようと、昨年12月に市民の政治参加に関する世論調査を実施。ネット調査会社を通じて20から79歳の東京都市圏に住む約7万7000人の男女にアンケートをした。その際、ネット右翼について調べるための質問も盛り込み、長吉さんが実証的な検証を試みた。アンケートでは、靖国公式参拝、憲法9条の改正、国旗、国家を教育の場で教えることの是非など、
政治思考を問う質問、中国や韓国への否定的態度を問う質問、政治や社会問題に関する情報の入手先を問う質問、同性同士の恋愛、夫婦別姓の是非などを問う質問、学歴や雇用形態、世帯年収などを問う質問などを投げかけた。回答を分析した結果、1、排外主義的な傾向がある層は全体の 21.5%、 2、ネットで政治的議論をする層は 20.2%、 3、憲法9条改正に賛成など政治的保守志向がある層は 12.8% だった。3つの要素を全て満たす人は全体の 1.7%、 1と2の要素は満たすものの政治的な保守志向のない層は 3.0% だった。長吉さんは前者をネット右翼、後者をオンライン排外主義者と分類した。これどうやって排外主義傾向があるって断定したんでしょうね。まさか中国や韓国への否定的な態度とやらで決められるんですか？中国や韓国の政治的な動きってさ、そうだなって思うものが、そっちを探そうが難しいと思うんです。かなり恣意的な調査なんじゃないでしょうか。そして最後にはオンライン排外主義者って語呂も悪いし、じゃあそれオフラインになったらどうなるんですか。さらに言えば、今のって中国と韓国しか出てきてませんけど、例えばアメリカに対して暴言吐く人とかってなんかツイッターとか見てたらいるじゃないですか。あれもオンライン排外主義者っていうことでいいんですかね。調査自体不公平っていうか偏りがあるっていうか、まあここは公平にですね、左ピッチャーの調査もしてほしいもんです。これこの前沖縄行った時買ったんですけど、なかなか良くないですか。この肩、こっちか、片側にこうねついてるデザイン、いつか欲しいと思ってたんでね、いいのが買えました。